はい、どうもこんにちは。オカルギアソリッドオンラインでございます。はい、ってことでですね、今回はメタルギアオンラインに来ましたけど、こんなコメントが来ましたね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ってことで、岡原さん、メタルギアオンラインはもうやらないんですかっていうことでね、ご質問いただきました。はい、まあ、メタルギアオンライン、やらんこともないんですけどね。はい、いやー、なんでまあ最近やってないかって言いますとね、このゲームラグいんだよむちゃむちゃラグいせいもあって、あとCODがね、楽しすぎるっていうのもまあありまして、それがね、まあ本音でございます。ってことでね、まあでもね、久しぶりにまあメタルギアオンラインやるのもいいかなっていうことでね、まあこんなコメントも、いただきましたし、この機にね、ちょっと今回久しぶりにやっていきたいなと思います。ということで、まあ早速レッツゴー。はい、ということで戦場へやってまいりました。ちょうどね、始まったばっかっていうことでね、やっていきましょう。やっていきたいんですけど、あれ、あ、味方さんいたいた、びっくりした。マップを見たら自分一人なのかなって思っちゃってね、ちょっと心細くなっちゃいましたよ。ってことで、あ、ウォーカーギアが置いてある。こういうのを見ると乗りたくなるのが、岡原です。はい、行きましょうなんだっけ、ウォーカー岡原とかなんか言ってたっけ。まあいいや、そんなことはさあ行きましょうね。あのマーキング岡原っていうのはだいぶ前になんか言ってたんですけど、あのマーカーのあれね、なんか弱体化来てからあんま使わなくなって、結局なんか縦兵に落ち着いたんですよね。さあ早速敵さん、今ちょっと見にくかったかもしれないですけどね、いたんですよね、こっちからね。さあ、お前の位置バレバレなんだけど、いたんだよ、絶対いたんだよ。ほら、いた。やっぱりちょっとラグいんだよね。ちょっとラグい感じがあるのがまたメタルギアオンラインのいいところなのかラグいからこそあんまやってなかったんじゃないか、岡原。まあいいでしょう。さあ、いたんだけどカットしていきたい。さあ、さあ敵さん逃げていく。さあ、かましていく。素晴らしい。さあ、敵さんはいたね。もう一枚。ちょっとタップ打ちで、ちょっと体力あいつは激動だと思うんだが、ハイジャンプ決めていった。あう。まあ仕方ないでしょう。まあ3キルしたから、まあよしとしましょう。さあさあさあ、こっから湧きましょうかね。敵はどっちにいるのかな、右側かな。お、ふーんってなんかびっくりマークが出ましたな。さあ、こっちから攻めていきたいところなんですけどね。どっちに行くかな、どっちかな。いやー、敵にね、エンカウントするまでが長いんですよね、このゲームね。まあこれがまた COD だったらね、結構あっという間にね、見つかるところなんですけどね。まあまあまあ、それはね、COD と一緒にしちゃいけない。またね、別ゲーだから、これはこれでいい良さがあるってことでね、そういうのを見つけながらやっていきたいところですね。さあ、早速かましていく。いいですね。で、さっき、いたやつ、おっと、よいしょ、いいぞ、今のいいぞ。さあ、いたい。ヘッドショットをかましていきたいところなんだが、おっと、ナイスカット、いいですね。素晴らしい。さあ、特攻隊長、縦兵の岡原行きましょう。で、どこにいるかな、おそらく近くの方で結構湧いてくるんじゃないかと思うんですけど、早速いる、かまされてきた。お、同士打ち、いいですね。さあ、真ん中から湧いて、早速ね、さっきのところをどんどん攻め込んでいきましょう。敵さんがワンサカいるからね。あとね、敵さん結構縦兵がいなかったもんでね、こっちの割と有利なんじゃないかなと思います。いいね、ヘッドショット。さあ、ウォーカーギアがあるんだが、こういうのを見つけると乗りたくなるのが岡原の本能。さあ、早速乗っていきましょう。敵さんがこっちの方にいるのかな、どこかな、こっちの方なのかな。あ、いた。さあ、当てれるか。一発も当たらず。さあ、敵さんいたぞ。さあ、かましていく。かませたでしょ、 OK ですね。さあ、こっちに敵さんが逃げ込んだんじゃないかとか思うんですけど、まあいいや、こっちだな、こっちの方から湧いてくると思うんですけど、どうですか。おっと、いた、かましていく。いいね、久々にやったにしてはなかなかの無双じゃないですか、これ。なかなかいい感じでちょっと無双できてるんですね。さあ、いたね、いましたね、かましていきますね、いい感じで。さあ、逃げていくスタイル。おっと、ちょっとダウンしている時もダメージが入るのか、このゲーム。まあ、それも前々からだったかもしれんけど。さあ、気を取り直してさっきのとこ行きましょう。ショットガン使ってるやつがなかなか厄介ですからね。こんにちは、はい、さよなら。一瞬でもね、赤いモヤモヤーって映った瞬間にね、岡原反応しますからね。さあ、おっと、そこにいたけ。なんだあれ、新しい装置か、布団回収装置じゃないよね、なんだろうあれ、初めて見たな。ナイスカット、いいですね。さあ、いたぞ、ナイスカット、いいですね。さあ、いたぞ、1枚、2枚いた、2枚いる。
さあこの EO フリーで左だエイム、さあビオスに比べたらこっちのエイムお茶の子最下位だからね。ただしスナイパーは覗くってことでいい感じでキルしてますね。いいですね。さあリロードかましていく。さあこっからかましていくんですけど、おお素晴らしい。おっとヘッドスライディングと同時に倒れていくなかなかこれ厳しいとこあったね。さあおっおすげえすげえすげえ頑張っとるね。いいですね。これサスケ出れますよあなたって思ったら勝ちましたね。はい、いいですね。いい感じで今回、まずは、1ラウンド目が14キル5ですってことでね、スコアが、2450。いいですね。ダントツだよダントツ。この調子でちょっと第2ラウンドも頑張っていきたいと思います。はい、ということで第2ラウンドを早速開始しましょう。でね、使っていく装備なんですけど、先ほどと同じ盾ですね。はい、めんどくさい盾で、ちょっと敵の嫌がらせしていきましょう。さあ自立の方はさっきとは逆転しまして、戦っていくね戦場が基本的にこっちの方になると思うんですよね。で、敵がなんかいるのかな、びっくりマークのところまであと 88m って出たんだけどね、まあ突入ましょう。そんなこと関係なしに突入のがおからですよってことで、あ早速1枚いる。さあ来るか来るのか来ないのか、ちょっと回り込んでったパターン、ちょっとわざと赤点をつけてみて、さあ早速かまされていく、かましていく。 OK、 いいですね。うん、いいですね。いい感じのエイムしっかりと定めていく。さあ関係なしに私敵陣突っ込んできますよ。ちょっとね橋の真ん中バクバク行くのもなんなんだけど、この吊り橋あったっけ、なんかパッチリできた感じ。いやーなんか新しいとこできたな、ちょっと見ないうちにね。なんかいないっぽいね、どこにいるんだろう。あいたいたいた。おっとなんか当てられたんだけど、絶対近くにいるんですよ。さあどこにいる、ナイスカット。おそんなとこにいたのか、ナイス型素晴らしい。忍者持ってどこにいるかな、この左側のね、なんていうんだろうな、その建物内、あそこ、ここだよね。ここの中って結構激戦区になったりするイメージがあるんだけど、どうなんですか、赤点がついていく。さあ、早速かましていく、ヘッドショット。こうやってね、ヘッドショットをかませば、このゲーム勝てちゃうっていうね。まあいいでしょう。あのね、体力が多いからね、打ち合いが結構楽しめるんだよ、このゲーム。で、しかも、その、猶予があるから、エイムもね、修正しやすいんだよね。さあ、そんな感じでヘッドショットをかましていく。さあ、敵さんがいるけど、壁に激突していく。おから。こけたと同時に顔面木の箱にね、ガッツーンってぶつけて。あれ、顔にもうあれだと、あざだらけだと。誰と喧嘩してきたんや、お前みたいな感じでね、おっかさんに怒られてしまうっていうことで、まあこんなことはいいでしょう。早速やっていきましょう。おっと、やばいやついる。ちょっと、おっと、ヘッドショットかましていく。いいんじゃないですか、あの奇獣倒したの。なかなかいいんじゃないですか、あれ。うん、でね、そう。甲子園のね、よくあるじゃないですか。最後ね、一塁ベースに向かってね、一生懸命走ってヘッドスライディングかますんだけど、アウトって言われる。残念だよ。ほんとかわいそうなーって思うんだけどね。まあ仕方ない。それが野球ですからね。さあ、早速いるんだが、うん、さあかましていく。こんな感じでヘッドショット、いいですね。本当にね、エイムに余裕があってやりやすいから、このゲーム、うん、だったらなんでもっとやらねえのかっていう話なんですけど、さあヘッドショットかましていく、ヘッドショットかましていく、素晴らしい。ヘッドショット祭り、早速かまされていくいいですね。いや本当にエイムしやすいよこのゲーム、本当調子に乗るのはやめた方がいいかもしれないですけどね。いやもっと、そうもっとこのゲームやれよってね、みんなから言われるかもしれないですけど、やっぱり COD の方が面白いんだよなうん、ラグもさほどねないからね、やっぱこっちはね、今の部屋、今この部屋はいいのかもしれんけど、ほんとラグひどいとか、ラグひどいんだよね、マジでひどいからね。うん、いいですね、ヘッドショット。おっとかまされていく。まあさすがにこれ厳しいね、蜂の状態だったから、ちょっとなかなか厳しいとこありますね。はあ、さあまあ安定の真ん中から湧いて、でもね、意外と点差はね、4点差ってことでね、まあ、あんまフルトン回収とかしてねえからかな。うん、キルばっかしてるからね、まあいいでしょう。こうやってね、もうバシバシキルしまくって、うん、敵の点数を減らしていきましょう。さあ安定の4点差のまま平行移動って感じですね。うん、ヘッドショットですよ。はい、こんな感じでヘッドショットですよ。いいですねさあリロードかまして、さあどこにいる敵さん、どこにいる、いるやろ、あいたね、いいマーキングですよ、マーキング。さあヘッドショットじゃないけど、いい感じでねやれましたね、いいですね。さあかましていく、いいですね。おっとちょっとこれは厳しいまあまあいいでしょう、いい感じでダブルキルできたからね。さあ本当に盾は強い、お強いですわ。さあはしごに登って、よっこいしょよっこいしょよっこいしょっと、左手に敵がいる。なんだなんだなんだ、なんか撃たれたな。あ、麻酔銃、どっからともなく麻酔銃撃たれたんだな。これどっかで寝ちゃうパターン、んーあんま来ないかな。敵さんがまあまあいるんでね、そっち行きましょう。あ、いたいたいた、
この宇宙人、宇宙人ですよ、宇宙人ヘッドショットかましていくんですよ、こんな感じでね。いいですね、ヘッドショット祭り。さあ早速かまして、ナイス味方、素晴らしい。サクッとね買っていきますね。さあラスキルもらいたいところ、あと2点、あと2点ですね。早速沈めていきましょう。さあなんかいたんじゃないか、今いました、いました、いました、いました。かましていく、かましていく、素晴らしい。さあ勝ちましたね、いいですね。ラスキル取ったんじゃないですかってことでね、ラスキルはちょっとね映らないですねこのゲームね。ってことで今回は、第2ラウンド13キル4ですの、スコアが2850ってことで、今回もねちょっとダントツでしたね。はい、ってことで、こちらがね1ラウンド2ラウンドと、取りまして圧勝ってことで、はい、でね、今回の成績こんな感じで、総合成績ねこんな感じですね。27キル9ですの、スコアが5300っていうことで、久しぶりにやったにしてはなかなかいい感じのキルできましたね。はい、本当にヘッドショットすればねマジで勝てちゃうゲームいいですねこのゲームってことで、まあたまにはね、メタルギアストリートオンラインですね、メタルギアオンラインだ、メタルギアオンライン3やっていくのもいいですね。はい、では今回こんな感じで、遊んでまいりました。ご視聴最後までねありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。またまたね、COD、BO3 なども、楽しんでやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。おかうつ、またね。